石原正隆は、日本の政治家。三重県三重郡小物町長、元三重県議会議員。1971年、三重県三重郡小物町に生まれる。1990年に、三重県立四日市南高等学校を卒業した。1994年に、名古屋大学教育学部を卒業した。1999年に、名古屋大学大学院教育発達科学。 研究科博士家庭後期課程を満期退学。その後名古屋大学で助手をしながら教育発達科学を研究し、非常勤講師として複数の大学にて教団に立つ。2003年、小物町の自民党県議であった伊藤作一の地盤を引き継ぐ形で、三重県議会議員選挙に自由民主党公認で立候補し、当選。2007年2月4日に行われた。 町長選挙に県議の任期途中で辞職して立候補し初当選。当選時、町長としては全国最年少。3月3日、町長就任。2011年に再選。2015年に参選。2019年、弁護士で予備高校師の柴田孝之に僅差で敗れ落選。2021年7月。 年内に予定される第49回衆議院議員総選挙に自由民主党が33区の候補者として石原を擁立する方向で調整していることが報じられた。ありがとうございます。